こんにちは、かたまひゆいチャンネルです。今回は体が動く夢、体とまひ顔の本の体が動く夢はいい夢だよっていうお話をしたいと思います。と私も病気発症してすぐ本当も意識ない時とかは見てた夢は普通に体が動いてたんです。で、意識戻った後にも見て夢は普通に体動いてたし、それこそ働く夢も見てました。今現在進行形でたまに働く夢はすごい見てます。働くのがすごい好きだったので、今でもできたらやりたいんですけど、もう体をすごい使う仕事が接客業が好きだったので、もうバリバリ働いてました。で、なんでこれがいい夢なのかっていうのをというと、この前、結構前に OT の担当の方に、ゆいさんってそれこそ働く夢とか体を動く夢って見たりしますかって言われて、はい普通に見てますって答えたら、いいことですねって言われたので、あ、いいことだったんだっていうふうに思いました。で、多分その体、麻痺側の体が動く夢とか働く夢っていうのを見るってことは、多分頭のどこかでその動かないんだけど使い方っていうのを覚えてる、忘れてないよってことなのかなと私は勝手に解釈してました。はい、今回は麻痺側の体が動く夢、働く夢っていい夢なんだよっていうお話をしました。ご視聴ありがとうございます。よろしかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。